8段を目指してまた来てみたいと思います。まあ、今まであの MJ をずっとやっていて、まあ別に MJ を進めているわけではないんですが、まあリンクを貼って、まあここから無料でダウンロードできますよというので、何回かどこからどうやってダウンロードしてプレイできるんですかという問い合わせを、まあずっと前からもらっていて、まあ少しでもこのシリーズきっかけでやってみようかなと思ってもらえるには、まあ嬉しいですね。嬉しいに越したことはない。親ステハイ変則手、まあソーズと順当にダブトンとソーズと呼んどいて、まだ E1 だけなんでちょっとわかんないんですが、ただ親のダブトンは親のダブトンは正直ダブトンドライチとかで十分なんで、必ずしも本一がつくとかそういう読みはいらないですね。親だと赤2枚入っていたとか、手牌にあんこあったとか、もうそれだけでどうせ連チャンできるんで、このままだとシャンポンになりそうで嫌ですね。なのでダブトン親が1なきポンとした時に、まあ、捨て牌が明らかにピンズいらなそうなんですけど、まあ、順当に本一だなとは読みますけど、ダブトンの場合は連チャンがあるんで、常にダブトンのみとかダブタンドライチとか、ウーピンで、まあ親は明らかにウーピンいらなそうなんで、まあいらなきゃできますね。でローピンが3枚、スーピンが2枚、スーピンが3枚、まあウーピンは使いづらいとは思いますね。ちゃんとになってない限り、3人6つもにカンちゃんにあんこ832分、トンガドラのシャーチャ、まあこの手格好だとトン切るほどの手でもないんで、トンは押さえて、でシャーをポンってやっちゃうとトンが浮くんで、シャートンが重なれでもしたらシャー泣きますけど、ここは泣かなくてもいいんじゃないかなと。2枚目が出てくる頃に手がまとまっていれば考えますが、まああんこになってほしいなとか、トンがもう1枚こいつなってほしいなと考えていて、しごろの方に伸びてきた。右変則手の捨て牌、トイトイ系でだけど本一ではないですね。まあ、初トイトイとか手牌にドラが2枚とか、左は今のところピンズ切れてないんで、まあ吐く本一の可能性はありありですね。いずれにせよ本一とかトイトイとか
ドラのトーン切りづらい状況になったんで、あ、ローピン出てきたんで本一ではないですね。あ、なるほど、まあ、トンじゃなかったけど赤赤とうまい泣きですね。三ピンドラ、ちょっと余計な E1、 4と1になってメンツでならなそうですね。あんこな、あんこにならない限りメンツできつい形ですね。一応チートもまだ残してはいますが、積も次第かな。3人ともピン付け端っこから切ってます。D1 ドラドラ5200ぐらい見えてきたら攻めてもいいですが、ちょっとごめんなさい、個人的にチートイ拒否したい打ち方なので数層落としますが、この手面前難しそうなんでチートイツとメンツでもトイツでもフラットに見てる人は数層はまだ切らないんじゃないかなと思いますが、この辺りは好き、まあチートイを狙ってた人はこの嘘は捉えて いると思います。でこれで張ってると思いますね。ちょっと私の選択ミスですね。せっかくトンも切らずに抑えてるんでトン待ちでリーチぐらいできればいやいや満足だったんですが、上の人がションパイのトン叩いてきた。まあ1と9、1199の形で持っているとメンツで難しそうなんで片方外して、この辺りでもちょっとミスったので折りかなと。共通安牌がないですね。共通安牌がない。E1 は大丈夫かなとは思ってますが、左が6キューピン、右が数ワン、今の一局はチートイツ捉えてる人は上がってた可能性がありますね。私だから張れなかったと。でオーラストップ闇ピンフあたりで脳をしたい、またはまあ食いたんのみとか、できれば面前の闇ピンフが理想ですね。
シャンテンスーピンかローピン持ってきたらシゴロ、泣きを使えるシゴロに行った方がいい気がします。ドラのチーピンは今点数を稼ぎたい状況でもないので1000点で十分なのでシゴロの方に移動してスーピンだったら確定なんでチーしたいですね。スーピンだけはチー、ウーワンから吐いたり闇ピン風チーピンのドラ入ったら、まあ、闇のイーペーコーですね。今のウーワンは仮点閉店取りにどうしよう、チーした方がいいかな、チーちょっとごめんなさい、判断が遅くてゆっくりマウス動かしていたら時間切れです。チーしてもいいですね、今3枚目だったんで、あちゃーって感じですね。天敗脳天でひっくり返る点差なんで、もう高めスーピン肩上がりでもチーした方が正解の気がします。これで私が脳天で逆転されるってなるとちょっと不完全燃焼、後味悪い。どうなんだろう、チーピンのドラはポンされている。これは分かんないですね、押しましたね。このウーピンは別に8000でトップ、この1局は私も上がり逃しあったので、あと今ももしかしたらウーアンチーしてればスーピンが出てロンとできてたかもしれないんで、トップ取れてる人は取れてそうな一局ですね。まあ次頑張れという感じで、この一局は2茶ですけど、まあ、ミスと言っていいかわからないんですが、実力で引けなかった一茶みたいな、やりようによっては一茶取ってたっていう一局だったんで少し不満が残りますね。まあこんな感じで今後も続けていきます。いつも見てくれてる方にはありがとうございます。まあルーチンの動画になってますけど、まあ、とりあえず続けていければまず100点という感じで考えながらやっています。どうもありがとうございました。